<music> えー、それではえ えー、現在、えー、展示しております上田市公文書館所蔵品店についてご紹介いたします、えー、こちらの、えー、所蔵品店の、えー、パネルにもございますが明治6年の改底賃貸条例から上田市民会館の建設までということで明治から上田、えー、特に昭和時代までの、えー、上田地域の歴史を紹介しております、えー、特に、まあ、内容といたしましまては えー、そちらです、ね、明治6年の川竹村の海底賃貸条例大正10年の丸小町与田社の寄付申し込み文書昭和6年の上田飛行場の関係文書など原本資料9点写真パネル9点合計18点の資料を展示公開しております、はいえー、それでは明治6年の、えー、旧川竹村の、えー、賃貸条例の展示がございます。 こちらですね。明治六年カ竹村の海底沈代条例。えー、まあ鎮代、えー、は明治四年から明治二十一年まで置かれた陸軍の編成単位を指します。えー、これはまあ明慶応四年の明治政府直属軍隊である御鎮兵の跡を継ぐもので、この沈代設置と明治六年の徴兵令の実施をもって。 近代陸軍の開始とされておりますそして後にこの賃、えー、代が、えー、師団という名前になっております、えー、今も大,大南師団とか、えー、記憶されている方もおありかと思いますが、えー、かつては賃代と呼ばれておりましたそして、えー、こちらにもありますけれども、えー、明治4年7月に廃藩地県で上田藩は上田県となりまして 8月に信濃の国は上田に置かれた東京賃貸第二文栄の書簡になりまして当時の乃木玄介少佐が文栄長を務められるという記録がございます。まあ、ご承知のように乃木少佐は後に乃木将軍として日露戦争で活躍されますけれどもそんな乃木将軍ともゆかりのある、えー、まあその文栄 ね、それについて、えー、記した公文書が保存されております。こちらの方ですね、今写真パネルで改定賃貸条例の表紙になります。明治六年の、えー、当時印刷物として、えー、明治初期に作られました貴重な原本になります。えー、明治二十二年には鹿畑、えー、村上田原村追次村下野城村が合併をして。えー 川辺村が発足しておりますそしてこちらですね東京市館館内等でまあいろいろあの賃台を置く細かい場所がこう示されておりますまあ四賃台が置かれそしてさらに明治六年には六賃台が置かれて非常に近代的な徴兵制の調査徴兵制とともにまあ 近代陸軍がされておりますあとこちらがその原本なんですけれども「えー、陳代条例別冊の通り海底総楼城この旨布告総労こと明治6年7月19日太政大臣三条実富、えーまあ、教科書でもまあ明治維新の時にまあ三条実富氏出てきますが。 えー、当時最初のこの賃代条例にも、えー、この太政、えー、大臣、えー、三条氏が、えー、こう記して序文を記しております続きまして、えー、第2回の城下村の村会、えー、議事録を展示してございます、えー、こちらにございます明治22年城下村の第2回村会議事録なんですが。 明治二十二年四月一日の町村制の施行により中野城村、御所村、諏訪方村、小牧村の区域をもって城下村が誕生しておりますそしてその九月に第二回村会が開催されまして議事録が作成されましたそしてそこに初代上田市長を後に務めました 細川吉次郎氏の発言が記されております、えー、まあ細川家はもともと諏訪形村の庄屋を務めた旧家にまあ生まれておりまして、えー、非常に細川氏勤勉で有能でありまして若くして村会議員に選ばれ明治26年32歳の若さで城下村村長に就任しております。 えー、具体的にこちらですね細川議員は有給議員の報酬については町村制第40条によるべきものである実費弁償については名誉職員に弁当料を与えるのかと発言しましてそれに対して議長の片岡栄作村長が弁当料は別行にあるというような具体的な答弁をしております。えーまあ、後に細川議員は え非常にあの4年後には、えー、城下村村長あと、軍会議員、県会議員をされて、えー、その後え壊れて上田町長さんになってそのまま、えー、市政、志向とともに、えー、上田市長を5年務められております。そしてこちらですね、あの原本、えー、城下村の第2回村会議事録の原本になります。 ちょうど前から3行目のところに4番細川吉次郎とありましてえまあ今般のこの報酬等についていろいろ細かくえ質問をしておりますそれに対してえ議長である村長が答弁をしております非常にあの当時え城下村会でも活躍し,活躍した状況がうかがえます。そしてこちら 第二回村会議事録の表紙になります。明治22年9月1日になります。こちらの方ですね。第二回村会議事録の細川議員の署名捺印も、えー、最後に、えー、行われております。こちら議員、えー、細川吉次郎氏の、えー、署名と捺、えー、印がなされております。 続きまして明治32年のの川辺村の地層制限外課税に関係すする公文書を展示しておりますこちらの資料なんですけれども川辺村が明治22年の町村制の施行により発足しましてそしてその川辺村が明治32年に申請しました地租制限外課税に対して内務省から許可通知がありまし その文書が、ね、保存されております、えー、こちらですね地層制限外課税許可文書が保存されていた文書の表紙になります存、えー、生書類川辺村役場になりますで、こちらですね、えー、実際に川辺村の地層制限外課税許可文書になります、えー、内務省許可で第99号、えー、まあ えー、その申請によ基づいて許可するという文言が記されております。でこちらが原本になります、えー、こちらですね、えー、実際に河辺村から国の内務省に申請された文書で、えー、許可通知なんですが、こちらの右側のページをご覧いただきますと内務大臣公爵西郷嗣道大蔵大臣伯爵松方正義文部大臣伯爵,伯爵 まのというようよな、えー、まあ非常にあの最後嗣道、まあ、柔道とも呼ばれますが西郷隆盛氏の実弟実の弟になります当時内務大臣を務めておりまして、えー、まあ書記官が筆で署名をして大臣員をそれぞれついておりますこの3名の大臣の許可によって地署制限外課税こちらにもございますけれども。 えー、当時、えー、特別な、えー、そうですね、えー、特に川辺村は学校をいろいろ増築したり、えーえーまあ、改築したりする経費が必要ということで学校関係の経費を捻出するために地署制限外課税申請をしております、えー、そういう事情を、えー、が、まあ、記されております。 大変当時の状況を知る貴重な公文書となっております続きまして控助特別教育費の寄付申込書の公文書になりますこちらにもございますけれども大正10年丸子町が作成をいたしました議案原議綴りに保存されておりましたこちら右側のこの これが、まあ、議案現実の表紙になります大正11年大正12年「義安玄議つづり」丸子町役場なんですけれども、えーまあ、寄付者氏名ですね、えーまあ、当時、まあえー、寄付申込書がなされましてここにございますけれどもその内容が「金490円を大正10年度の公助特別教育費として丸子町に寄付したいので」 再納していただくように申し込みますということで与田社社長の工藤善介氏の名前で寄付がなされております実業補修学校という学校教育の制度がそのいろいろ充実が図られまして毎年与田社ではこの実業補修学校の教育費を丸子町に寄付しておりますその内容が実際に文書で記されております でこちらの写,あの写真ございます大正時代の与田社の写真なんですが工女さんたち、まあ、7,000人から多い時は9,000名もえこう働いておるんですがそのあとこの実業補習学校でさらにえ若い工女さんたちもいましたので補習の教育が行われましてそのための寄付がなされております。こちら原本になりますけれども 寄付申込書ということでえ金490円なり、えー、当時の与田社社長工藤善助氏の名前で丸子町に、えー、ですね、えー、当時のえ丸子町に、まあ、寄付がなされて、えー、おります、えー、大変あの当時の、えー、状況を、えー、知ることができます、えー、ちなみに、ま、あの当時の1円を まあ仮に現在の4,000円程度として換算しますと約196万円200万円程度の寄付が毎年なされたと考えられますこちらの資料なんですが昭和3年の上田市営野球場関係の公文書を展示しておりございますこちらのところにもございますけれども昭和3年2月からの 上田市議会の協議録に当時の勝俣英吉郎市長が協議事項として野球場の事務室の建設工事に関係する議案を提案しておりますこちらこちらの市会医協議録の表紙になります昭和3年市会医協議録上田市役所の公文書になりますそしてこちら左側ですね当時の写真 昭和3年に完成した上田市営野球場の当時の写真になりますこちらがちょうど事務室もコンクリート地で作られスタンド野球スタンド広い当時としては最新式の市営野球場が建設されました面積が約2万平方メートルこのほかに陸上競技場テニスコート相撲場などが建てられまして 県下では最新設備の総合運動場が昭和三年には完成しております、えー、初代細川市長が病気で亡くなった後大正十三年に市長に就任しております、えー、そして勝又市は市長に就任しますと上田公園内の陸上競技場野球場定球場などの運動施設や聴講館図書館の整備充実に 努めております、はいえー、続きまして、えー、昭和6年の上田市営飛行場に関係する公文書を展示してございます。えー、こちらにもございますけれども、えー、昭和6年の上田市会議,事議案つづり、4月30日付で、えー、提出されまして、えー、上田市営飛行場建設に関係した公文書になります。えー、定理資金借入に関し保証申請とというようよなことで 当時今の県立千曲高等学校の敷地なんですけれども千曲川が明治大正にかけて大水害を起こしておりまして高地が荒れてしまいましてその復旧のために、えーまあ、国から、えーまあ、失業対策こちらにもございますが失業救済農産漁村臨時対策定理資金をまあ供給していただいて。 荒廃土地の整備を行いましたで、そしてその後、えー、まあ最終的には高地に適さなかったということで上田飛行場に、えー、用途が変更されましてこちらにありますが本州中部航空路の重要飛行場となっておりますさらに翌年には陸軍省に兼納されまして軍用機の訓練が行われました えー、まあ当時もう満州事変が起こりまして次第にまあ国内が、えー、まあ臨時戦時体制と進んでいるというようなそういう状況が伺います、えー、こちらですね当時の着用証書のこの写真ですね、えー、上田市営飛行場関係の着用証書、えー、まあ国からの交付を受けた、えー、その着用証書そしてこちらですね、えー、立派に 昭和6年上田市営飛行場が開場式を迎えまして神、えー、職さんたちがこう新式で開、えー、場式の、えー、式典を、えー、行っております。まあ、当時、えーまあ、陸軍省に兼納された後は、えー、本州中部航空路の重要飛行場となりまして年間に200機から300機が、えー、飛来したという記録が残されております。 定理資金へ借入に関し保証申請の文書になりますこちらが原本になりますはいえ続きまして昭和10年誘致した金棒工場に関係した公文書展示してございますこちらにもありますけれども昭和10年の上田市会協議録に誘致しました金 金が淵籠石株式会社の地鳴らし工事に関係した文書が保存されておりました上田の金棒なんですが当時鳴沢五一郎市長が金棒を誘致しておりますこの工事費は第一期工事だけで7万1,800万円程度かかったとされておりますそして、まあ この誘致が決まって地震祭が現地で行われまして招待者は金棒からあるいは代議士、市会議員工業招致員土地買収員地主など300人以上になる見込みと文書で触れております実際にこの金棒工場ですね昭和12年には創業を開始しまして工場敷地33万平方メートル 従業員1000名用の大工場になっておりますこちら写真ございますが昭和10年金棒上田工場関係文書の母冊になります昭和10年司会協議録上田市役所になりますで、左側の写写真ですね昭和12年に創業を開始しました金棒上田工場に非常に貴重なパンフレットになります えーまあ、昭和恐慌後の布教から脱出するために、えーまあ、金棒工場を誘致しまして、えー、そして、えー、当時近代的なこの、えー、金棒の工場が、えー、写真のように作られましたで後にこの場所に昭和19年には、まあ、三菱重工さらに昭和24年からは専売公社 えまあ日本タバコ産業株式会社が長くこの場所で営業しております続きまして昭和17年上田商工学校創立に関係した公文書を展示してございますこちらにもございますけれども昭和17年の上田市役所の議事雑編の菩薩に長野県私立上田商工学校 学則の文書が保存されておりました、えー、まあ現在、えー、財務区長の人町元気健康プラザ上田の場所に、えー、創立されておりますこの学校は、えー、こちらにもありますが本校は実業学校令に基づき商業学校規定工,工業学校規定により商業工業に従事しようとするものに まあ主要な必要な教育をを施すすすこととと目的とすると記しておりますそしてこの私立商工学校は昭和23年には上田私立高等女学校と合併しましてさらに翌年には県立上田筑間高等学校として発足しておりまして現在の筑間高等学校の前身にあたる学校施設となっております。 こちらなんですけれども昭和17年疑事雑編の、えー、菩薩になりますこちらに商工学校の文書が保存されておりましたそして左側材木町に創立された私立上田商工学校の正門と当時としては立派な建物こうした建物が映っております私立商工学校には商業家、機械家建築家が 行え置かれまして実業学校としてえ創立されております。そしてこちらが原本になりまして長野県私立上田商工学校学則になります。え第一章から始まりましてえこのえ商工学校のえ内容についてえ定めております。はいえこちらの資料なんですが昭和三十八年 上田市民会館の大ホールの工事が進む状況を広報上田で紹介しております。こちらにもございますけれども、昭和三十八年四月の広報上田に大ホール工事進むの記事が掲載されております。上田市公会堂がこの場所に大正十二年に完成していましたが老朽化が進みまして、この昭和三十八年に この新しい市民会館が着工して現在大ホールを建設していて大きな建物の輪郭が浮かび上がってきているという内容を報道しております。また現場では花見の人たちの驚きの目を受けながら上へ上へとホールの建設を急いでいて円形大ホールの天井を組み立てる工事に かか取り掛かるという予定にえなっていると記しております。同年十一月十八日には上田城築城三百八十年記念祭と合わせて市民会館の落成祝賀会がえまあ盛大にえ開催されております。こちらですね広報上田の原本のまあ写真になります。 大ホール工事進む市民会館の記事になります。大ホールの建設が行われております。でこちらの写真、昭和三十八年十一月、上田市民会館落成式ということで、旧市民会館が立派に完成した。状況の写真を展示してございます。でこちらの方ですね、広報上田の。 昭和三十八年の原本になります。えー、当時の、えー、市民会館の工事状況を詳細に伝えております。